あといます。よろしくお願いします。で、10個最初に挙げておきます。こんなことを喋りたいと思います。自己紹介も含めて10個ですね。で、さて1個目で、まあ、まず大沢雅彦は何屋さんなのかっていうことを紹介したいんですけど、完全になんかちょっとこういう女子美人女子大生起業家っていう人が書いてる日経新聞の連載にすごいなんか憧れて、シェア数555すごいな。実はこれ完全宣伝なんですけど、僕も同じようなことを書いてて、シェア数43、あーみたいな。あの、ここにいる方が全員シェアすれば多分100ぐらいになるんで、ご協力いただけたら嬉しいですね。はい、どうでもいいです、こんなことは。で、まあ、僕のことには興味ないと思うので、皆さん、あの、僕がどういう研究やってきたのかっていうのを簡単に喋ろうかなって思ってます。で、まあ、ざっくり言うと、B4 の時はもうそれこそディープラーニングすげーみたいな感じで、基礎研究やりたいみたいな、頭でっかちな感じでやってて、で、M1 の時にふと思ったんです。あ、僕のやってた研究ってなんか脳っぽくないみたいな思って、いや、これは脳のモデルなんだとかってすごいなんか突っ走って、いや、海馬モデルを作りましたみたいなことを言ってたのが M1 で、 M2 で何を始めたかっていうと、今度はこのネズミの知能ってインタラクションっていうかコミュニケーションを取るのにすごいいいモデルなんじゃないかなみたいなことを思い始めて、今度今ネズミさんロボットでコミュニケーションするみたいなことをやって、何をやってるんだお前はって感じなんです。で、まあ、色分けすると、まあ、工学やったり神経科学探してみたり、まあ、インタラクションって認知科学とかって言ったりするんですけど、まあ、そんな分野を取り入れながらやってるけど、やっぱり軸は工学屋さんですっていうのを、まあ、このプレゼンでも一本筋を通して言いたいかなと思ってます。さて、で、僕はなんか神経とか AI とか認知とか、いろいろなんかいろんな軸をいろいろ適当にやってんのかなみたいな、軸が定まってないんじゃないかなって自分で思ってたんですけど、ある時、あ、そうじゃないんだなって思って、で、あ、これって僕がやってることって、まあ、なんかある一本の木っていうか、まあ、軸に対して、まあ、いろんな方向から光を当ててるのかなって自分で思えるようになってきました。その話が2個目です。で、認知、神経、人工知能って3つ今回は、全体を通して扱いながらお話ししていきたいと思ってるんですけど、じゃあそもそもそれぞれの分野ってどういう分野なのかっていうのを簡単に、まあ、ご説明すると、まあ、認知科学って、まあ、観察して理解していこうっていう学問、まあ、なんか情報系の人が多いと思うので、ブラックボックステストみたいな、なんかそういうイメージみたいな。で、神経って、まあ、どっちかっていうと解剖して調べよう、理解しようっていう学問ですよね。まあ、ホワイトボックステストとはちょっと違うような気がしますけど、まあ、なんかそういうアプローチで、人工知能は何かっていうと、まあ、いろいろ考え方あるんですけど、一つの考え方としては、まあ、作ってみて理解しようと言えると思います。じゃあ何を言うと、まあ、人かなと思ってます。で、じゃあこの3つの分野で同じ人っていうものに光を当ててるんじゃないかって考えた時に、じゃあこの3つってどういう当て方なのかな、どういうふうに考えてるのかなっていうのを考えてきました。と、その前に時間があればこういう話をしたかったっていうところなんですけど、まあ、なんか僕事前にちょっと仕込みでこれ聞くから、渡来さんってあのカメラ持ってる方に、あの、答え用意しといてねって言ったんですけど、聞きません、飲み会で喋ってください。で、まあ、本題だけを言うと、あ、まあ、これもいいですね。夢の中で研究者3人に聞いてきましたと。で、どんな3人かというと、まあ、1人目はですね、愛とは何ですかって答えると、こうと答えるわけです。あるエージェントが別の特定のエージェントに対して解放種を与える法則を選ぶようにバイアスをかけるアルゴリズムのことである。はあ、みたいな感じです。じゃあ次の研究者さんに聞くとですね、まあ、神経科学者なんですけど、オスとメスを一定期間カゴの中で飼育した際、丸々食感にバツバツ、もういいですね、こんな感じで、最後、じゃあ認知科学者なんて答えるんだろうっていうと、愛ってさ、複雑なんだよ。これ、あの、完全に妄想なんですけど、誰が言ってたわけじゃないんですけど、まあ、別に勝手に妄想してるわけじゃなくて、まあ、なんか定義ってものに対してどう向き合ってるのかっていうのが違うのかなって思うんです。で、例えば工学者って、まあ、実装するための定義っていう考え方があるのかなみたいな、実装する、これができたら、まあ、こういう手法って言えるよねみたいな。それに、あと工学者ってかっこいい名前も含めて研究成果っていうところがあって、ディープラーニングかっこいいみたいな、そういうところも重要だっていうのがあります。温度感として。で、神経科学ってどういう分野かっていうと、まあ、よく言うのが、いつ今の常識がひっくり返るのかわからないっていう言われてるような分野で、例えば海馬っていうところを研究してる方に聞いたんですけど、いや、僕らは海馬は記憶だよって言わないですよね、そういう言い回しすらも避けます。で、じゃあ何のために定義するかっていうと、まあ、現象に対するラベルとして定義してるのかなっていう感じがします。
で最後認知科学者、相手複雑なんだよって言ってるとは思わないんですけど、そういう方々の学問ってどういう分野かっていうと、まあ、人を一番扱おうっていう意識が高いところなのかなと思っていて、まあ、普段使う専門用語っていうのが普段使う常用の言葉だからこそむやみな定義はしないっていうのが、あの神経科学じゃないや認知科学やられてる方だったらそういう考え方を持ってらっしゃる。つまりだからさっきみたいに曖昧性を持たせてるっていうのは不本意な定義の外側を避けてるだと思うんです。あの例えば幸せって何ですか、お金を持ってて愛があって健康で、じゃあ健康だったら幸せじゃないんですかっていう、そういうあの定義の外側ができないようにすごい配慮してる してらっしゃるなとすごい感じます。じゃあ知能とはどうなんでしょうっていうのはすごい飲み会で美味しそうなのでちょっと僕は喋らないでおくんですけど、今回はじゃあその考え方で汎用人工知能を考えましょうっていうことをしたい。で、まあ、結論は汎用人工知能なんてないっていうことになったんですけど、僕個人では、まあ、人それぞれかな。汎用人工知能、やっぱり人工知能っていうから、まあ、認知科学者じゃなくて神経科学者じゃなくて工学者として答えたいなって思うんですけど、じゃあ工学者として答えた時に何て答えるのが実装するためにうまくいくんだろうって思うと、まあ、例えば、まあ、一番オーソドックスな答えをしたら実世界で動作することに特化した人工知能なんじゃないかなっていうのが今の僕の考え方です。で結局なんか突っ込みどころなのかなって思ったんですけど、まあ、冷静に考えるとブロック崩しの世界でブロック崩しができる人工知能と実世界で動けるドラえもんって何が違うんだろうって思った時に、そのレベルの程度の違いはあれど定義っていう枠で差別されるものなのかなっていうのはすごい冷静になった時に、まあ、必ずしもそうは言えないんじゃないか。だから汎用人工知能って僕らが思ってたのは捉え方によっては工学者としては実世界で動くことに特化した AI って考えることもできるんじゃないかなと思うわけです。そうですね、ここからネタが入りますじゃあ、TPAP 流提案手法の作り方、今朝4時ぐらいにちょっと思いついてすごいテンションが上がってるんですけど、何かっていうと、あのまあ、愛幅は既存手法、愛幅は既存手法、あっ提案手法が生まれるんですね。研究者っていうか研究携わったことある方だったら結構そういう感覚をお持ちだと思うんですけど、まあ、なんか無から有が生まれるってことはなかなかなくて、まあ、あったものとあったものの新しい組み合わせを見つけるっていうアプローチってすごい多い。もうこっちの方が多いんじゃないかなと。あ、これプリビアスメソッド、プリビアスメソッド、ああプロポーズドメソッド PPAP だなとで、じゃあ出来上がったものはなんやねんってことなんですけどね、あの、まあ、組み合わせ次第でいろんなものができるんですけど、まあ、僕らが目指す領域では、まあ、プロシーリングスペーパーアカデミックポストで PPAP と、いやお後がよろしいようで感じですかね、はい、じゃあもう一個いきますよ、まあ、逃げるが始めた論文が出るとあのまあ、正直ディープラーニングでトップになるのは難しいんですよ。難しいしディープラーニングってでいっぱい人がやってるんですよ。だから論文を出したいって思った時にディープラーニングで一番最高の精度を出しました、論文やっと1本5年かかりましたって結構厳しい世界ってなると、じゃあ誰もやってないところで研究をなるだけやっていっぱい論文とか外に出していって成果出すっていうのが重要で、そうなった時に一つの分野だけだとやっぱ競争相手は多いんですけど、組み合わせて分野を作るっていうのは結構その新しい分野にいけるので、例えばディープラーニングだけだったら厳しいけど、ディープラーニング の組み合わせたらそれだけ戦う相手は減るし、じゃあディープラーニングと脳と認知合わせようって言ったらもっと減るわけですよ。そういう意味でなんかいろんな分野をやるっていうのはすごいいいことなのかなと思います。ただしいいことばっかりじゃなくて、組み合わせをすごい工夫しないと、まあ、頭でっかちな感じになって、その典型例がちょっとここ怖いんですけど言うの、まあ、脳を真似た論文にならないことが多いと思います。はい、で、まあ、それは僕がこの3年間一番痛感したことなんですけど、じゃあなんか論文ってこういう成果が出ましたどうですかって審査してもらわなきゃいけないわけです。で審査する人もどういう基準でいい悪いって答えるんですけど、じゃあ脳を真似てこんな手法を提案しましたって言って工学者に見せると、え、脳を真似たからって工学的な有用性あるのなる。確かに。で神経科学者に、じゃあ神経の知識を使ってこんなモデルできました、いや別にそんなのディープラーニングって脳じゃないしますよみたいになっちゃうわけで、だから結局脳をただ真似ただけっていうのはそれだけだと、まあ、いろんなアプローチは必要なんだけど
あのなかなか難しいと待てよってなるわけですね。なんか脳を真似て人工知能を作ろうみたいな怪しいコミュニティがあったような気がするんです。なんか多分気のせいだと思うんですけど、なぜ全能アーキテクチャかってことですね。で、もう間違いないです。全能アーキテクチャは脳を真似た人工知能を作るっていうアプローチを掲げていて、工学的な有用性はほぼないと思います僕。で、その上でなぜ全能アーキテクチャかっていうと、僕は体系性っていうものに注目してます。あ、僕全能アーキテクチャの研究をしてるつもりになってるんですけど、一応で、何かっていうと、ただ脳を真似るじゃなくて、脳全体をシステムとして捉えて、その上で、真似ていく。それは、脳っていう全体像、地図を作って、その地図にマッピングしてることだと思うんです。だからもうなんか、ちょっと、中二病っぽく言えば、全脳アーキテクチャは未来地図なんです、みたいな。そういうふうな思いでやってます。で、まあ、例えば、どういうことやねんっていうんですけど、まあ、僕らは、どんなアプローチで全能アーキテクチャとして研究をしていくかっていうと、まあ、なんかこんなことを考えてるんですが、これは飛ばそうかな、まあ、こんな感じで問題点を出したら、脳と今の既存の手法でどう違うのかって比べて、じゃあその違いって、脳のどこの領域に関係してる違いなんだろうね、フォーカスすると。で、じゃあその実際フォーカスした脳領域っていうのは、部分的にだったらどういう機能で、じゃあ脳全体だったらどういう機能で、じゃあ実際に神経のレベルでどういう動きをしているのか、そういうことをしっかりと整理した上で研究を進めると、すごいいいんじゃないかなって思います。で、これ何をやったかっていうと、この前全脳アーキテクチャハッカソンっていうやつがあって、やってたんですけど、ディープQネットワークをとりあえず物理シミュレーターっていう、なんか物理空間で動かしてみると全然動かないんですよ、実は時間の感覚とかがあんまりないので。で、それをなんかその前頭前野を参考にしたモデルやると、まあなんかボール追うようにすぐなるかなみたいな、さっき13時間学習してさっきの動画だったんですけど、まあボール追うようになるのに数分かな、まあちょっといろいろトリックはあるんですけど、で、脳の形で何マッピングするみたいな話もちょっとやってみたりとか。バキですよね、すいませんはい。で、まあ、見事に結構巻いたおかげでですね、ここからまとめに入るんですけど、じゃあまとめとして2つだけトピックを最後に残していきたいなと思っていて、で、まず1つは、まあ、なぜ複雑だと思うのか、人は複雑だと思うのか、人のこと、人って複雑なんでしょうかっていうのが僕はそもそも疑問です。人ってすごい難しいから作れないよねってほとんどの人が思うし、まあ、それも正しいことだと思うんですけど、まあ、これを喋る時間はないと思ってキーワードだけ挙げてるんですけど、まあ、分かる方には吊り橋理論っていう話があったり、飲み会で話しますね。自分で自分を解釈する自己モデルっていう考え方が認知科学の分野であったり、まあ、不完全性定理の話とかっていうのがすごい僕は好きで、その話とか関係あるのかなとか。リカレントニューラルネットワークって、リカレント構造を持ったネットワークってすごい複雑な挙動になったりする、シンプルな仕組みでも。で、そういうのってすごい総合的に見てみると、まあ、結論としては自分で自分を理解するのってすごい難しいんだなってことが分かる。だからそれの裏を返せば、自分で自分を見たら複雑かもしれないけど、客観的に見たらすごいシンプルかもしれないってすごい最近思うようになりました。で、最後もう完全にまとめなんですけど、今日喋ったことは、まあ、なんか工学者として、まあ、汎用人工知能の定義を冷静に考えてみたら、まあ、現状の技術の延長線にあるんじゃないかな、そういうふうに思えた。まあ、なんかさっきの話で言うと、実世界で動作する特化型の AI なんじゃないかっていう話です。で、神経科学や認知科学、人工知能の知見を、まあ、PPAP したり逃げ恥しながら組み合わせると、まあ、今まで掘り進めてこなかったようなゴールにたどり着けうるんじゃないかというような、で、まあ、全能アーキテクチャという未来地図を語りに。で、最後ですけど、まあ、人間って複雑ですごい難しいように見えるんだけど、いろんな角度から人を見てみるっていうことをすると、意外と単純にできてるかもしれないって思えて、自分で自分を見るとどうしても過剰に複雑に見えてしまうもの。で、そういうことをまとめてるうちに、新たな最後の問いなんですけど、まあ、シンギュラリティって技術の先に本当にあるのかなっていうのをもう一回考えてみたくなりました。どういうことかっていうと、まあ、なんか自分たち自身のことを、まあ、いろんな方向から解釈して、その結果、なんか例えば自分たちが感じてたこういう愛とか恋とか幸せとか〇〇っていう複雑性って、まあ、なんか脳のこういうところが働いてて、で複雑に感じてただけだから、
まあ、人工知能だったらこういう方法で意外とシンプルに実装できるかもねみたいな。技術もなんだけど考え方とか捉え方とか人間っていうものを、例えば解釈にあるあの特異的な点が来て、まあ、なんか技術的じゃない特異点みたいなのがあるんじゃないかなみたいなことを思いました。というわけで、これで10個お話ししたので巻きました。はい、ありがとうございました。